とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はここ、デイリーさんのトゲクエスト、行きます。敵がトゲのエンチャントを持ってるっていうところですね。ここの最適性装備がこれ、いてつく金属片、レイピア系にパワーシェイカー。この、パワーシェイカービルドが最適性ですね。防具はウィザードアーマー、そして魂の棒でいきます。矢はそんなに多くないんだけども、流れ込む魂が入ってるので、このビルドとは相性がいいと思います。まあ、ソウルが溜まるので、途中で、増殖もできるっていうことでいいと思いますね。これ普通のね、武器だったら、まず無理なのよ。まず無理。このトゲがとにかくいっぱい出てきて、もう反射ダメージでやられまくるので、ここはもうこれじゃないとダメですね。ちょっと待って、誰だあれ持ってるやつがいる。変更、誰だ変更持ってたの。 OK、 いきましょう。もうレイピアはもうこの使い方だもんね。最初使い方わかんなくてすっごい弱い武器って思ってたけど、使い方がわかればマジで強い。はい、キャプテン発見。ちょっと待って、矢を増殖したい。矢を増殖したいんだけど、ちょっと待って。1個を複製の書にして、で、戻って、でからちょっとしましょうか。ここじゃちょっと無理だ。一回戻ってから増殖してきます。896十分でしょう。 OK、 減るね。減るけど、まあ全然回復するけどね、流れ込む魂とかで。はい、脅威1。ここキャプテンが比較的6体居やすい場所なので、まあもちろん6体探していきましょう。なかなかここね、めんどくさくて好きな場所ではないんですけども、まあまあトゲクエストってことでやっていきましょう。いないな。これね、鍵を探すのも結構一苦労なんですよね。いないな。あ、ちょっと待って、出ないね。オッケー。いや、広い。今回結構広いぞ。こんだけ広いとちょっとやだな。んで、鍵を持ってるときに、レイスが来てくれるとちょっと面倒なので、レイスは先に倒しておく。いや、いた。あ、でもキャプテンをまず探したいな。うん。ちょっとこっちの奥から行きましょう。おい、ちょっと待って、むちゃくちゃ硬い。このロイヤルガードむちゃくちゃ硬いぞ。 OK、 いやーすげえな。これの弱点が、ポーションバリアを使えないところ。あんまり、ね、使えるには使えるけども、リフレッシュが効かないんだよね。そこが弱点。よし、もうちょっとこう決死の覚悟で中に突っ込んでいくときが、ちょっとね、難しいんだよね。オッケー。でも、それでも強い。ちょっと待て、卑怯やぞ、お前たち。オッケー。ポーションバリア入ってしまえばもう、大丈夫。もう一気に突っ込む。よし。オッケー。危ねえ。でもデスバーター発動してる一回発動した。危なかったね。よっしゃ。なんだ、あ、モブ速度か。あ、モブ速度ですね。これは問題ない。 OK。 でこれまだ1回だからね。これ2回があるんで、そっちの方にいるでしょ。いやいや、1階のあっちの反対側の奥の方にもいそうだな。先に開けてきました。で、向こう側捜索に行こうか。いや別に行かなくてもいいんだけども、
った方が面白みがあるんでね、いっちゃいましょう。でこれ矢が足らんかな、ちょっと待って、あれかあれか、味方回復か、やたら硬いなと思ったら回復がついてる。 OK、 いないか、いないかな、あ、これいないかもね、もしかするとてか、いたいな、あ、これいませんわ。下行きます。さあ、下にはどんな感じのやつがいるんだい。ちょっと待って、トラップが多いからめんどくせえな。 OK、トラップ多いところはちょっとポーションバリア使っていきたいけども、いや、ここいないな。ちょっと待って、めちゃくちゃ痛い、健康ついてるでしょ、危な、健康のやつがいた。下はどうだ、低いか、あ、パワーポーション取ってもあんまり意味ないか。いや、意外と広、ちょっといるぞ、ちょっと待って、囲まれるな、やべえやべえ、すごい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 、 OK、 冷気うっとい、冷気がちょっとうっとい、よし、どこだ、下、あ、うん、そこだな、ここだ、レベルアップ久しぶり、よし、待て、よし、いい、 OK、 うんうん、増殖せんで大丈夫そうかな。 OK、 行きます。多分増殖なしで、 OK、 いるいるいる、ちょっと待って、冷気にかかると一気に火力落ちるね、よし、冷気がいかん、よし、倒せはしたけども、ちょっと待って待って待って、あー、ちょっと待って、旗取らせて、消える前に取らせてくれ、待って、でもう帯電までいるし、ちょっと待って、取らせて取らせて取らせて、オッケー、ナイトモードじゃん、ナイトモードが来た、やっばい、もうこれ、いや、増殖もできないぞ、ナイトモード来たらこれもできないよ。 OKOK、 もうクリアしていいや、クリアしていい、なるほど、これ冷気が結構脅威になる、うわ、回復が一気に遅れるので、そこが辛くなるぞ、危ねえって、待って待って、もう重力帯電ちょっとひどすぎねえか、よし、待って、下か、え、待て、うん、全然倒せなくなってる、で固まるなって、やばいやばいやばい、あ、いるいる、キャプテンいる、待って、すごい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 、待て、ひどい、よし、拝殿のダメージもなんかえぐいぞ、できるだけ敵が密集したところで戦いたい。 OK、 そうすると進化を発揮するんでね、よし、 OK、 いけるやろ、よし、まずこっちから
まず取らせて。よし、何ついた、何ついたの、わからんようわからん。 OK、 全部取ったね。最終的に何なの、脅威3にナイトモード、プレイヤーダメージ 60% 減少の、モブ速度 10% か。あー、なるほどなかなかひどいのがついてたね。よし、 OK です。はい、デイリーさんのトゲクエストクリアです。なかなか厳しかったね。はい、ということで今日はトゲクエストをパワーシェイカービルドでクリアしてみました。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。